亮太さん、朝原さゆりさん、日本ユニス東京都。オンバイレフト、池田慎太郎さん、塩田玲子さん、日本ユニス東京都。塩田玲子さん、トゥーサーブトゥー、朝原さゆりさん。手前が初優勝を狙う池田塩田、そして向こう側、白いユニフォームが川畑朝原ペア。塩田のサーブで試合が始まりました。スマッシュ、ネット際、あっとここは塩田が決めてきました。まず塩田がポイントを上げて池田塩田1対0、21ポイント制で行われます3ゲームマッチ、2ゲームを奪った方が優勝ということになります。押し込んできた川畑、ちょっとサービスが浮いてしまいましたね。やはりあの女子選手が男子選手の方にサーブ打つ非常に怖いんですよね、はい、はい、そういうのをクリアしていければしっかりポイントを奪えると思います。サービスオーバー、アウトです。今度は田尾畑ラインの外に出してしまいました。このダブルスではこのコートの中では外側のラインが使われます。ネットです。池田塩田3対1リードを広げていきます。塩田がかなりこう、はい、そうですね、前で積極的に行ってますよね。そうですね、昨日の試合ではちょっと塩田選手の出足が悪かったですから、はい、それで第1ゲーム奪われてますからしっかり修正してきてますよね、この出足は。なるほど、押し込む田尾畑、塩田を狙っていきました。この辺りは田尾畑セオリー通り。そうですね、田尾畑選手この大きい身長から強打もあるんですけども、これ細かいプレーも非常にうまいんですよね。あ、そこはですね、はい、ペアを組む朝原が言ってましたね、はい、長身なだけにパワーがありそうに見えるけれども非常に冷静で、そうなんです、ね、柔らかいショットもここは強い打ちを出してきましたが、その緩急があるんだという話をしていました。そうですね、本当に緩急の出し方うまいですね。ですからそれ分朝原選手が前に入りやすいですから、はい、そういうところは本当に田尾畑選手器用ですよね。なるほどね、まだ22歳ルーキーの田尾畑亮太です。3対3追いつきました。朝原のサーブ、ネット際、押し込んだ。今度は朝原が決めてきました。今日のこのゲームを迎えるにあたって朝原はあのこの前の働き、チャンスを確実に私が決めることがポイントになると言ってました、はい、そうですね、朝原選手にとっては後ろに頼もしい田尾選手待ってますからね、はい、ですからその分前を思い切って詰めていくことはこのゲームを勝つためには絶対的に必要ですからね。池田が連続して打ち込んでいきますが、こういうつなぎも田尾選手上手いですよね。いや、そうですね、はい、塩田が前スマッシュ決めてきました。なるほど、今の塩田の前の動きから池田が決めてきました。池田翔太ペアにとってはこういう細かいプレーをつなしっかりつながれますから、はい、こういう少ないチャンスでしっかり決めていくことですよね。なるほどね、はい、やはりこの体勢ですと田尾選手もサイド取りませんからね。おっと、ちょっと乱れましたが返しています。おっと、押し込む。あ、少し今池田が2度ほど打つのをためらうような、そうですね、ちょっと迷いましたよね。それだけ田尾選手のつなぎがうまいですから、無理に打つと逆効果になってしまうというのは池田選手も分かっていますから、はい、そういうところでちょっと打つのをためらってしまっているんでしょうね。あ、ということは塩田池田のコンビネーションではなくて、ね、対田尾に対して少し迷いになった。そうですね、はい、そうですか、やはりつなぎもうまいですし、それを上げてしまうと強弾がきますからね、はい、まあ、かつては池田塩田ペア、まあ、一つのシャトルを二人で追うような場面も、まあ、結成当初はあったんですが、この辺りはだいぶ解消されてきたという話です。うーん、ここはうまい塩田、うまくカバーしましたね、この前衛の動き、あの小串の時代から非常にいいものがありましたよね。さすがに前にしか返せないかなと田畑選手は思っていたんですけども、はい、まあ、見ていた私もそうかなと思ったんですけども、うまく後ろ返しましたよね。返しましたね。なんとかこの念願の初優勝という、あっと、これはネットを絡めて落ちてきた球、返しきれませんでした塩田。塩田このサーブに対してですね、はい、田畑がこうプッシュしてくる、はい、ちょっと田畑選手はあの背が高い分手足が長いですから、はい、ちょっとワンテンポ順番を持っているよりも早く球が来るんでしょうね。なるほどね、それちょっとさっきから、はい、引き気味なのかなって感じがします。あ、これはネットに当たってしまいました。そのあたりがですね、あの池田が言っていたんですが、この田畑が長身ですよね、はい、スマッシュの強さだけではなくて迫力が違うんですよ。そうですね、やはりあの打った時の球も強いですし、ものすごく重いですからね。そうなると無意識に体が下がってしまうので、そこを警戒したいと言ってました。おっと、サービスホールド、はい、ちょっとウエストラインの高かったという指示でしたね、はいはい、腰より下から、まあ、打っていかなければいけないんですが、はい、ちょっとロングサーブになるとどうしてもちょっとラケットが上がり気味になってしまいますから。なるほどね、こういう現象が起きることが非常に多いです。まあ、これだけ経験のある塩田でも、まあ、こういったところが、まあ、当然ギリギリの勝負をしています。池田、
ちょっと朝原選手が焦ってしまいましたからね、はい、これ今あの塩田と池田がですね、はい、先ほどからかなり前より相手のネットの近づいたところでプレーしていますけれども、そうですね、やはりあの田和田選手のつなぎ強打がありますから、はい、できるだけ朝原選手を崩して田和田選手を揺さぶりたいという作戦でしょうね。ここはしかし池塩対応、塩田が今後ろだ、チェンジする、できるだけ上げたくないということで、ちょっとうまく前に入れてますよね。入りましたね。あの混合ダブルスの場合ダブルスと違っていかに女子の選手が頑張って前に球を作って入っていくかですから、はい、そういうところ今年この1年塩田選手うまくなってますよね。あ、そうですか、はい、ですから池田選手もこのカバーが速くなりますよね。ここはネットに引っ掛けてしまいましたが、まあ、あの松田さんも現役時代この全日本総合で、混合でも4連覇を、ね、達成されましたけれども、はい、やはりあの男子のダブルスとは全く違うもんなんですか。そうですね、やはりあの女子選手とのペアとなりますから、はい、男子選手がスピード上げすぎればついてこれなくなりますから、その分準備が遅れたりミスが出たりしますんで、竿畑強烈連続で塩田返しました、見事です。塩田選手の準備が非常にいいですね。やはりこの1年海外でもこの強打をしっかり封じ込めれるようになってますから、3連打でしたけども、はい、その後こういうふうに決めれると池田翔太ペアにとっては波に乗りやすくなりますよね。9対8、池田翔太再びリードを奪いました。ただこの田尾畑選手のこの気迫もすごいんですよね、はい、ですから女子選手にとってはどうしても引いてしまうんですよね。あ、押し込んでくる。サービスオーバー。ちょっと翔太選手もこの田尾畑選手に対してのサービス周りが先ほどからちょっと自信を持って打っててないのかなっていうプレーが多いですね。これ3つ目ですね。はい、ですから池田選手もなかなかカバーに入りにくいという感じがしますね。はい、まあ、あの海外の選手と対戦の多い池田潮田ですが、川畑は、まあ、かなりの長身でサイズもありますんでね、はい、おっとネットに引っ掛けてしまいました。川畑選手もいい読みをして前に詰めたんですけどもね、こういうのが入ってくると川畑朝原ペアにもチャンスが出てくるんですけども、逆に言えばだからこういうところのミスは少なくしたいですね。そうですね、その分池田潮田ペアにとってはちょっと助けられているところはありますね。この混合ペアを中心に練習してきているこの池田潮田、田尾畑と朝原の方は普段はそれぞれのダブルスが中心です。この朝原選手前の張り方も早いですよね、はい、ですから田尾選手自信持って打てますね。あっと決めてきた、今度はクロスでした。いや今まさに入りましたね、翔太選手が今レシーブが入りましたね、はい、うまく返しましたね。インに入ってましたか。はい、翔太選手よく回ってましたね。ここを確認しましょう、はい、こういうさばきが非常にうまくなりましたね。このクロスに返します。さすがにこの2人もノータッチですよね。これは失礼しました。11対9、池田潮田がリードしてインターバルです。1分です。改めてこの第1ゲームのポイント振り返っていこうと思いますが、田尾畑朝原があの序盤連続ポイントを上げたところもあったんですが、はい、そこからは点の取り合いになっていますね。そうですね、その後池田翔太ペアうまくポイントを奪って、ま、この11のブレイクを取りましたよね。はい、朝原も非常にこう前の動きがいいんですが、はい、ただ翔太選手のレシーブも今日は光ってますね。それはそうですね、その分でこの点数差になっているような気がしますね。はい、混合ダブルスの決勝第1ゲーム11対9、注目の池田潮田がリードして、池田のサーブ、潮田、あっと攻めきれなかった朝原。池田潮田12ポイント12対9です。この潮田選手今日このクリアディフェンス全ていいコースに打ててますよね、はい、この混合ダブルスの場合ですと女子選手が調子がいいと男子選手は非常に助かるんですよね。そういうもんですか。はい、ですからそういう意味ではこの点数差どんどん広げられればよりこのチャンスが出てきますよね。あ、今度は潮田が、失礼、池田のサーブが決まって13対9です。4連続ポイント、あっと、ね、このボールもしっかり深く入ってますから、田畑選手も思い切って打てませんよね。これですと塩田選手の方には狙われませんから、はい、女子選手も上げるんであれば男子選手もあの奥にしっかり上げるというのが女子選手のしっかり役割でしょうね。なるほど、
手際、ああ、ね、いいところに落としてきました。15対9、6ポイント連続。今日の塩田選手の前衛全てね、本当に冴えてますよね。そういえば昨日 あの出だしでやられてしまったところの反省から、塩田は今日の決勝は最初から行きたいと言っていましたが、まさにその宣言通りですね。そうですね、昨日少し池田君と話す時間があったので話してたんですけど、はい、やはり昨日の1ゲームの入り方というのは自分たちも本当に反省したということを言ってましたから、やはりこの第1セットしっかり修正してきてますよね。踏み込んで決めてきました。やはり塩田が長身のタオハト相手に前に出ていますし、池田もですね、もうフォローが早いですよね。ショートサービスラインよりも前の方に出てますよね。はい、それだけ塩田選手はしっかり前を詰められているので、帰ってくるのが次も前しかないというのは池田選手、球を絞れますから、なるほど、その分池田選手はスムーズに動けるようになってますよね。あっと、ここは塩田ミス。しかし今の攻撃も相手を崩していました。そうですね、これだけ点数差が開いてますから、一気に思い切ってできますからね。もともと池田は前衛の選手でした、はい、ですから前への動きというのはかなり自信を持ってやれるところがあるでしょうね。そうですね、はい、朝原が決めてきました。12対16、今のロビングが甘かったですね。甘いところの田畑選手の強打が来ますから、さすがにレシーブのいい池田選手でもやっぱり返せないので、どうしても女子選手狙われてしまいますよね。なるほど、ですから本当にこの男子シングルスでもそうだったんですけども、このコースに打ち分けるというのが一つ重要なポイントでしょうね。おっと、どうしたか朝原、今のはちょっとタイミングが合いませんでした ね。そして池田選手、先ほどのちょっとロビングを低めに早めに上げてたんですけども、ここちょっと高さを使いましたよね。なるほど、それと淡田選手がいまいちタイミングを取れづらかったので、うわ、高さで返ってきてましたか。そうですね、また塩田のこのネット際、今度は朝原のところに決めてきました。塩田選手は田畑選手が前に出てきてたんですけども、はい、引かずにしっかり前に落とせましたから、落としましたね。そうなると池田選手もこの強打光ってきますよね。朝原選手を狙いやすくなりますから、まず田畑に行っておいて、はい、朝原に打ち込んできました。そうですね、18対12、やはりただここの塩田のサーブから田畑へというところではまだまだ田畑、朝原に分がありそうですね。そうですね、田畑選手のサービスもあれ非常にいいですから、そうですね、池田翔太ペアはここをもう少し克服していければもう少し点数差を離せられますけど、ただこの中盤でこの点数差というのは池田翔太ペアかなり有利になってきましたね。13対18、21ポイント奪いますとこのゲームを取ることになります。第1ゲームです。間をついた、あっと、ちょっとカバーしましたけどもね、今みたいにこの田畑朝原ペアもロビンがしっかりいくと池田選手無理にクロス狙えますから、はい、そうすると朝原選手もしっかり取れますんで、なるほどね、これですね、はい、その最後にこのエースが決めれるという。ただ最初の田畑のスマッシュに対しては塩田もちゃんと返してますね。その後のカットが決まってきました。さあ田畑落としてくる朝原、今のは速攻決まりました。朝原はこの動きを狙っています。そうですね、この判断が非常に朝原選手は速くてうまいですよね。はい、ですから塩田選手が準備をする前にシャトルが来ますから、より決めやすくなります。15対18、じわりじわりと差を詰めてきました。3連続ポイント田畑朝原、おっと、アウトです。サービスラインには届きませんでした。ギリギリネットにかすりましたんでね。ちょっとタオルを要求したんですけど、ちょっと主審の方も迷ってしまいましたね。こういう判断も早くできると選手もスムーズに試合を進めれるんですけどもね。一旦試合が止まりましたが、19対15、池田翔太このゲームを取るまであと2ポイント。第1ゲームです。あっと朝原、ちょっと朝原選手スマッシュ焦ってしまってますかね。この田畑選手のクリアというのもこのミックスサーブに非常に重要になってくるところなんですけどね、はい、ゲームポイントを迎えました。第1ゲーム池田塩田20対15、朝原は前でのプレーは非常に今日冴えているんですが、青畑塩田速攻出す、こういうところがダブルスで培ったものが出てきますね。池田選手の、池田の前の動きが出ました。21対15、第1ゲームは池田塩田がまず取りました。15 21 15